こんにちは、ザッピーです。今日もですね、ブツブツと独り言感覚で進めていきたいと思うんですけれども、お時間があればお付き合いください。何かというと、ここにあります通りなんですけれども、ジョンとポールの陰に隠れていたジョージ・ハリスン、ビートルズ時代ですね。そのジョージの曲、作曲に関して、自分自身がですね、ジョージの指導者だったと名乗り出たミュージシャンがいるということなんですよね。つい最近ですけれども、インタビューでそう語ったようなんですよ。かなり驚きましてね、どんな内容なのかっていうのを今日は、吟味していきたいと思うんですね。そのミュージシャンというのはここにあるシルエットの人なんですけれども、今日話をするのはあくまでも僕はビートルズの方から見た観点ということになりますから、このミュージシャン側から僕は話すことができないですね。そちら側は分かんないので、なのでバイアスがかかっているというふうに考えてください。あくまでもビートルズ側から見るとこうに感じるよということですね。ファンとしてはね、このミュージシャンはドノバンなんですね。で、この人がつい最近、今年になってなのか去年の暮れなのか、語ったことがあって記事になってたんですけれども、レコードコレクターマガジンということでそこに語ったようなんですね。で、簡単にご紹介しておくと、ご存知の方多いと思うんですけれども、ドノバンは1946年5月10日生まれなんですね。で、ジョージは3年早い1943年生まれなので、3歳くらい年上ですね、ジョージの方がね。でも、その年上のジョージに対してドノバンの方は自分がメンターだったと、指導者だったと言ってるわけですね。メンターっていうのは、多くの場合ですね、人生の師匠とか、例えば宗教の指導者とか、ちょっと上からの感覚なんですよね。アドバイザーっていうと、並行して、誰かにアドバイスしてやってあげるっていう協力者っていう感じなんですけれども、それよりも自分の方が指導的な立場というか、人生の、達観した感覚にあるというか、そういう感覚で使われやすい言葉だとは思うんですよね、メンターっていうのはね。でも、ドノバンは自分はジョージに対して年下だけれどもメンターだったっていうふうに言ってるわけですね。で、ビートルズは1962年にデビューして、1964年にアメリカでエド・サリバン賞で大ブレイクしてるわけですね。それによってイギリスのミュージシャンがどーっとアメリカに出ていったことはよく知られていますので、ビートルズがいなければイギリスのミュージシャンっていうのはおそらく当分の間アメリカには出ていけなかっただろうっていうのは、もうこれはね、確固たる、事実のように語られてるわけですよね。で、ドノバンはその後ですね、1965年でデビューして66年に全米1位を取ってるんですけれども、もちろんね、才能はある人だと思うんですけれども、ビートルズの恩恵には預かっているだろうと僕はおそらく思いますよ、これに関してはね。で、そのドノバンがですね、どのようにジョージ・ハリスンのことを思い出して自分がメンターだというふうに語っているかということなんですけれども、インタビューがあります。私はソングライティングではジョージの指導者、メンターだったというふうに断言してるわけですね。ジョージはジョンとポールの陰に長い間隠れていた。で、こんなふうに言ったことを覚えてるっていうんですね。いいかい、私が少し作曲のトリックを教えてあげるよと。曲を仕上げる方法だ。曲を生み出す方法があるんだ。とジョージに言ったということですね。すごいですよね、曲を生み出す方法があるならね。そしてこのようにまた続けたということなんですが、魚を釣るような感じで遊びながらやればいいんだと言ってジョージにコードの弾き方を教えた。そしてギターに集中してオープンコードを聴きながらテンポをつけていくように教えた。で、その上でメロディーが聞こえてくるんだと。信じられないかもしれないけどねと。こういうことをやってると自然にメロディーが聞こえてくるって言ってるわけですね。で、メロディーが現れてくると。そしたら君は急いでそれをつかみ取るんだというふうに教えてあげたということなんですね。どっから話せばいいかなと思うんですけれども、こっから先はね、あくまでも自分の感想ですよ、ビートルズファンの自分の感想です。
まずですね、この魚を釣るような感じで遊びながらやればいいっていうのは、まあ、直訳するとこんな風になるんですけれども、なんかね、他のこう意味合いがあるのかどうかはわからないので、一応参考までにね、見といてください、ここはね。まあ、それから、全体的な話をしたいんですけれども、まずですね、こう作曲の方法、トリックを教えてあげるっていうことなんですけれども、曲を仕上げる方法があるっていうんですね。生み出す方法があると。で、次が問題なんですけれども、ジョージにコードの弾き方を教えたと。で、そしたらばギターに集中して耳を傾けて、オープンコードをそれを聞きながら、テンポをつけていくように教えたと。まあジョージはコードの弾き方は教わんなくても知ってると思いますよ、まず。で、ギターを弾いてれば当然ギターに集中しますから、で、オープンコードを弾くというのも、まあオープンコードっていうのはこうギターのね、開放弦とかを多めに使って弾くコードのことなんですけれども、それを弾いてテンポをつけると、まあリズムをつけるっていうことですけれども、まあこれも、まあ、申し訳ないですけど、こうすごく当たり前のことに聞こえてしまうんですけどね。で、これをやって弾いていると、まあメロディーが自然に聞こえてくるっていうことなんですね。まあジョージは信じられないかもしれないけどねっていうことなんですけれども、信じる信じないよりも作曲をしている時って、これ当たり前にこうなると思うんですけどね、どうなんでしょうか。で、そのメロディーが自分で出てくるわけですから、そしたらばそのメロディーを自分で覚えていく、掴み取るって、これ当たり前のことだと思うんですけれども、これはメンターなんでしょうかね。もう言ってることはもうすごく基本的な、誰でも作曲の時やる作業だと思うんですけどね、ちょっと意味が僕わかんないんですよ。あんまり僕が未熟なのかもしれないので、そこはさっぴいていただいて結構なんですけれども、というのはこの作業であれば、ジョージはですね、まあ、とっくの昔にジョンとポールを目の前にして見てるはずだと思いますよ。彼らが、ジョンとポールがこういう作業をやって、目の前でどんどん作曲していくのをね、スタジオの中でどんどん作ってレコーディングしてるわけですから、彼らはね、おそらくこのメンターになった時期っていうのは、まあ、一緒にインドに行った時期じゃないかなと思うんですよね。1968年でしょ ?67、8年でしょ、ということは、まあ、その前に、とっくの昔にジョージ・ハリスンはギターのコードは弾けるし、オープンコードで弾き流すこともできるし、それを聴きながら自分でリズムを取ることもできるし、当たり前ですよね。リズムは必ずあるわけですから。で、そのオープンコードを弾いてる時に簡単に歌うことだってできるわけですね。で、これを、まあ、指導者メンターというね、一段上の方から教えてあげたって言われてしまうと、まあ、僕は驚いちゃいますね。もし本当にメンターだということであれば、むしろですね、例えばテンポリズムのことを語るんであれば、例えばね、8ビートの場合、4ビートの場合、16ビートの場合、それからもう変拍子もありますからね、5拍子とか、例えば7拍子を使った場合とか、それからインドのリズムってもっと複雑になったりしますよね。そういうリズムを使うとどんな風に曲が変わるかとかね、例えば3連符が多いとどうなるかとか、8分音符と4分音符の組み合わせでどうなるかとか、そういうある程度、まあ理論的なところがあればね、まあ、作曲の方法論としてはもっと分かりやすいと思うことと、やっぱりメロディーも教えてあげるんであれば、まあましてやジョージはね、インド音楽やってるわけだから、ミクソリディアンスケールをもっと多用するといいとかね、例えばリディアンを使うとこうなるとか、フリジアンを使うとこうなるとかね、いろんなスケールがあるわけですよね。で、当たり前にブルーノートのスケールを使うとこういうブルース感覚が生まれるとか、まあそういった
普通ねやってるとなかなか理解できないところを教えてあげるっていうことであれば一目置くような気はするんですけれども、まあ基本中の基本で誰でもやってることを教えてくれるっていうことをいいかい教えてあげるよって言われても、あーちょっとびっくりしちゃいますね僕はね。でこれを語ったのがましてや2024年か23年でしょ、つい最近でしょ。ということで、せめてねジョージがいる時にジョージとお互いに話す中でこういうことでも語ってくれていれば、ジョージが例えばね、あ君のおかげだよとかいうこうお互いの会話があればね、なんかこう安心するんですけれども、ジョージがいないですね、今になって言われてしまうとむしろ僕はちょっとね違和感ありますね。あの本当だとしてもこれをジョージがいない今ですね言わない方がいいんじゃないかなと思いますよね。それと同じようなことがまたあるんですけれども、ドノバンが2004年のインタビューで語ってるんですね、ジョン・レノンのことなんですよ。でジョン・レノンは知ってる通り1980年に亡くなってるのでもう24年後ですね。何を語ったかというと、ジョン・レノンにギターを教えたっていうことを語ってるんですね。でこれは間違いなくあのビートルズとインドに一緒に行った時の会話だと思います。これはね何回か語られているので、でジョンがどうやってんだって言うから何のことだって僕は答えたっていうことなんでしょうね。そうするとジョンは指の動かし方っていうふうに言ってきたと。でドノバンはそれは決まった方法があるんだよっていうことで教えてあげたっていうことなんでしょう。でそれはスリーフィンガーっていうねあの演奏方法なんですけれども、アコースティックギターですね。でジョンは3日後にはそれを習得して作曲に新しい全く新しい世界が開けたんだというふうにドノバンは語ってるわけですね。でディアープルーデンスなんかいうのはそれによって生まれてきたんだということも付け加えているようです。でまあこれはね、まあ、事実としてジョンはドノバンからその教わったんだと思いますよ、これ間違いないと思いますけれども、あのドノバン何度かこれ語ってるんですよね。でここでもその自分がジョンに教えてあげたっていう風な語り方をしてるんですけれども、ごめんなさいこれもまあ一人のねファンでありまあビートルズ側からの意見かもしれないんですけれども、だけど常識的にアコースティックギターのスリーフィンガーってもう基本的なことですよね。でもし教わらなくてもこう3本の指を使うとか2本の指でもできてしまうんですけれども、ある程度はねそのこの弾き方っていうのは、まあ、レコードなんか聞いてると結構簡単に覚えてしまうことだと僕は思うんですけどね。あの僕も3フィンガー2フィンガーの演奏方法もアコースティックギターやった時は教わりました。で教わったと言っても、5分ですね、10分もかかってないですね。で5分教わって2時間ぐらいやるともうすぐできちゃいます。1時間ぐらいでもできちゃいますね。そのくらい簡単な奏法です。まあもちろんねそれを作曲に合わせていろいろ応用していくのはどんどん練習しなければいけませんけれども、教えるっていう作業があるとすれば5分か10分です。なのでそのギター奏法を僕に教えてくれた人が、例えばあいつには俺が3フィンガーを教えたんだとか2フィンガーの弾き方を教えたんだとか言ったことないですよ、その人が誰かにね。っていうかむしろそんなこと聞いたことないですよ、3フィンガーを誰かに教えたなんていうね言い方っていうのは。教えたっていうことを言っても意味がないし、教えるっていうほど大それた作業じゃない、ただ単に、まあ、シェアしたというか演奏方法をシェアしたというかそんな感じでしかないと僕は思うような奏法なんですよね。だからなんでそんなにいつまで言ってんだろうなと思ってしまうところがありますね。でもっと言うと3フィンガーとかねそういう奏法を教わってなかったとしてもディアプルーデンスも、他の曲もね代用は聞いてると思います、まあ、ジョージ・ハリスンもちゃんとできるしピッキングでもできるし、まあ、ポール・マッカートニーもねできるということで、まあ、びっくりするぐらいのインタビューであったとは思います。ということで僕は、ドノバンの言う言葉っていうのは正直言うと
ちょっと大げさだと思ってるので、まあ、全面的に信じるっていうわけではないですね。ジョージ・ハリスンのメンターだったかというと、おそらくジョージ・ハリスンのメンターはジョンとポールだったと思います。彼らがいなければ作曲はやってないだろうと思うし、彼らから目の前で学んだことがおそらくジョージの作曲方法につながったのではないかと思います。まあインド音楽は別ですけどね、まあそういうふうに僕は思ってるんですよねはい、ということで今日はちょっとね、ビートルズファンの方から突っ込んだ意見を言わせていただきました。どの番のファンの方からすればその通りだよっていうふうなご意見もあると思いますけれども、ここはすいません、ちょっと自分はビートルズチャンネルやってるもんですから、そこはご容赦ください。はい、失礼します。